違うでしょ。これ全然違う。これやばくない？これやばいですね。これ全然違う。すごいですね。毎回そう、そのマークと分かる。すごいね。おー、すごい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 。これ誰のレジですか、これ。これやった人も驚くよ。違う。これ釣り人のためにある油です。止めてみてください。これなんで？これここちょうどなぜか偶然穴開いてません？開いてる。なんでしょうね、この穴に。何なの？もうこれ外すのもわからないよって人がいた時のために、わざとここの隙間から。はやとチャンネル。これね、マジ革命ですよ。革命。あ、でも今度マスさん工場見学行きますんで。嫌ですよ。何言ってるんですか。一番好きじゃないですか。好きだけど、はい。マシャコ、まさにベルハンマーに被ってますよ。あ、本当だ。ちょっと背が低い。横に行こうかな。はじめまして、鈴木光塚と申します。本日はよろしくお願いします。マジですげえ。じゃあ細かい話抜きにしちゃって、はい、先にベルハンマーどんなイメージか触っちゃいますか。はい、わ、はい、かりました。いや、これもう止まらない。やった方がいいです。やった。もう馴染んだ状態です。早さん止めてみてください。これなんで？なんで今止ところがベルハンマーはその熱にすら耐えて、うん、なおかつ粒子残って、この滑らかさです。まさ、なんか釣りの時より随分饒舌ですね。釣りよりこういう方が最高なんですよ。機械も大好きなんですよ。すごい、これすごいですね。ベルハンマーちょっと驚きました。ありがとうございます。これでも弟分ですから。で、それそうですよね。さっき言われてたスタンダード、え、相手分と弟分、パッケージがこういう、まあ、ちっちゃい容器だと違うんですけど、まあ、これの感触でしたけど、あえて兄貴。これ兄貴っすか。兄貴いきますか。兄貴マジっすか。兄貴、兄貴の生き様を見てあげて。兄貴の生き様。ベルハンマー兄貴。今日からマスはベルハンマー兄貴です。いきます。もう音が変わりましたね。あ、変わった。一瞬にして止めらんない。止めらんない。絶対止めらんない。ちょっとカジキ止めてもらいましょうか。これはあ、もうね、もうこれでひっくり返る。ね、どうすか。やばいっす。やっぱベルハンマーに。ベルハンマーやば。やばいっすね、すごい。やっぱりね、上からかけてもこう馴染んでいく、だんだん友達になっていくっていうのはすごく、すごいです。うん、その言葉通りですね。十分すぎるぐらい分かりましたね。もう僕が持ってる機械類を全て持ってくればよかった。トラックに積んで。これ何ですか。これはですね、何かというと、オートバイのホイールベアリングとアクセルシャフトに、一般的な、グリスを使ってメンテした場合と、ベルハンマーのグリスを使ってメンテした場合に、どれくらいフリクションが抜けてホイールと綺麗に動くかっていうレゴ機でして、でこれ、何が起きるかというと、スイッチ入れてスタートしますと下からジグが上がってきます。これ手がグッと回すと力違うんで、同じ力で回るように下から軸が上がってきます、ね、で同時に今ピッと離れました。でこれがどれくらいで止まるかでフリクションがどう変わるか。でこっち今止まってしまっての普通のグリスですよね。でこっちベルハンマーでメンテしたやつ、うん、こういう風な形でグリス一つでメンテした時のフリクション、いわゆる摩擦が軽減して、転がりが良くなると。止まってないですもんね、はい、油の違いだけで、グリスの違いだけでこっちは止まらないですもんね、はい、でもう少しで45秒まで来たらば機械上がってきましたね、はい、今これあ、もう7秒には止まってしまう。うん、止まんねえですね。止まんないですね。すごいな。これ分かりやすいですよね。すごいですね、はい、来てよかったりしますさ。でも信じなかったんですよ最初。俺忙しいとかって言ってたけど。言ってねえじゃねえ。来てよかったでしょ。来てよかったです。本当に来てよかった。大好きなんで、多分僕暮らせるぐらい好きなんで。金属と友達ね。うん、確かに。魚と友達です。うん、流すんじゃないよ。大塚さん困ってるじゃないですか。はい、行きますよ次。はい、魚釣り好きですよね。確かね。はい、めちゃくちゃ好き。ちなみに何を釣りに行くのか一番。大好きなのはコマセマ大釣り。ああ、大好きですよ。いいですね、マサ。素晴らしいな。いや、全然僕はもう本当についてきて今良かったなと思って、すごく嬉しいです。こういうの大好きなんで。
すげえ。お邪魔しまーす。めっちゃ綺麗ですね。スモつけちゃダメだよ。触んない。すごいよ、今の。昔ハマってた時ってずっと中取りバイトもするぐらいの勢いで月に8回から10回船に乗ってたんですけど、駒瀬場内釣りって今4号騎士流の僕行ってるところ10メーターとか12、3メーターがメインなんですけど、当時まだ3号ハリスがメインだった時に、コマセマダイって300グラムから8キロくらいまで何食うか分かんないじゃないですか。結構でっかいの来た時にムーチングロッド使ってると大きいのかかってこう乗せたってドラグ出てくる時にですね、こういう風にみんなイメージするんですけど、あれは結局レベルバインダーとかドラグとかラインの巻きのテンションの違いが発生してこうなるから、ヒハダ釣りとかドラグ使う平場さんキャストルアーもそうですし、ディーラーのテンション軽くこうなって魚暴れて、で引っかかった時ブレイクするんですけど、大きいのかかってドラグ出てく時に竿がこのまんまなんですよ。ってことはスーッと綺麗にラインが出るんで、ラインブレイクが減って、今まで僕それまでマダイの回収率って10枚かかって調子いいと8枚ぐらい、大きいのが多いとかリズム合わないと6枚7枚ぐらいしか取れなかったのが、1回目が64枚連続バラシなしで、一発目走らせて頭こっち向けるとスーッと出てった後、テンションが一定で巻いてあげると魚が何に釣られてるか分かんないから、抵抗物がないから頭こっち向けたらついてきちゃうんですよ。あれだけ違うんですから刺してみたくなりますね、うん、なった。釣り具メーカーさんに出さないオーバーホールで自分たちでやってくれるところあるじゃないですか、はい、そういったところ出せば全然問題ないんです。やっぱそうですね、彼らも結構これ使ってるんで。あ、そうでしょうね、はい、すっごくそれ思いますね。一番僕気になってるのは、例えばおかっぱりとかでソルトラフィッシングとか、うんうん、もしくは船でもそうですけど、キャストが多い釣りとかで、うん、400キャストぐらいしてるとギーと隣にするようなやつが、はい、海で油差し少ないじゃないですか。で1日やってて600キャスト900キャストして、うんうん、でその後にでっかいのかかった時に、うんうん、さっき言ってた状態で大きいのかかった時にギャッギャッバチャンっていくとショックですよね。確かに。だからこれ油が枯れてもさっきの能力が活かせるんで、油はもう完全に流れちゃってて、金属だけの友達状態でも最後の900投目ぐらいで大きいのかかった時にドライブ走らせた時スーッと出るから、うん、バレないで取れるとか、そういったメリットは大きいかもしれない。なるほどね。大きいですね。あながちね、皆さんがこう一回一回やるためにこうメンテナンスしてバラしてスタッフなんかいないですからね。カシリールとか釣り船屋さん結構使って、あ、やっぱりカシリールで大きいのかかった時に普通にラインが出てってくれるんで、船長の設定で、はいはい、カシリールの方が大きいの釣るってパターンも多いですね、うん、僕の一番笑い話はヒラメの船長で流し釣りしてた時に気抜けた瞬間手離れて海にドボンしちゃった人がいるらしくて、7ヶ月か8ヶ月して同じ線流してた時に、船長なんか変な負けるのかかったんだけど気持ち悪いよって、カシノットとディールが引っかかってきたとか言って何ヶ月か置きっぱなしになったんですよ。でこれ使ったらどうなんだろうねとか言って最初塩紙してて全然ライン出なかったのを少しずつ油さしてってなじませてったら普通に使えるとこまで行っちゃって、耐腐食性にも優れる。リールって分解しないと基本的にはメンテナンスができないっていう思い込みがあったんですけど、はい、さっきの上から刺しても効果があるってなると、なんか素人でもできるんじゃないかって。スプール取るぐらいはできますからね。そう、それもやんなくていいです。今の話からすると釣りを始めた人でももしかするとこれ刺すだけでできる、はい、そうなんですよ。ちょっと種でいいんですよ。ちょっとそうなんですよ。ちょっと僕リール持ってきたんで。ああ、なるほど。いいですか。ぜひぜひ。じゃあ僕もメス持ってきますから、ここでやりましょう。お願いします。なんですか、映しちゃダメですよ、ウサちゃん。やっぱマサさん、どこまで行っても変態ですね。なんでですか。結構いいものばっかり。サビたやつ持ってきましたよ。そうなの。これとこれと、これ今どんな感じでしょう。こんな感じです。お借りします、はい、これ4年間ぐらい何の手入れもしてないよ、はい、これでも全然悪くはないですね、まだね。そうですね、はい、毎回水で洗って、はい、乾かして次の調光に臨むっていうやつで、はい、一番わかりやすいのはドラグ滑らした時ですよね。これ今引っ張るとビリ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 してますよね。そうですね。ご自身の手でやってみますか。どうぞ。ああ、確
してリキってなる。これ数々の魚をいてこましてるリールなんですよ。数々のいてこましてるんですか、うん、このリールで数々の。ああ、わかりますね。違和感がありますね。プールの毛酒も、あ、塩噛みしてます、ね。してます。そこね、一番なんか違和感あるんですよ。戻らないですよ。ここを、まず最初に、塩噛みの場所、ここの隙間にちょっと行きますよ。本当にちょっとし。で、こっち側も、し。で、ここのデベルワインダーもせっかくだから、し、し、し。で、わざと、ドラグのところもこれ外すのもわからないよって人がいた時のためにわざとここの隙間からで、ハンドルもわざとここの隙間から本当の素人メンテ引き出しのやり方をしましょうね。で、これで何回か馴染ませましょう。馴染んできましたね。わかります。あ、シャローがないんですよ。ほら。来ました来ました。わかる林さん。やばい、だんだん友達になっていってる。友達になってきました。あ、ついてきました。あ、全然違う。まあ、わざとドブメンテですからね。ドブドブの雑メンテ。すでに。まあ、さんダメですよ。インチキがダメですから。もうリールは。あ、それインチキダメよ。リールはハヤトチャンネルの手から離れてます。マジですか。マジですよこれ。私のリールではなくなったということですか。私のリールではなくなってますよ、ハヤトさん。また、松さん。いや、本当に。大口叩いてから。はい。松さん、俺がやる。え？これ、ね、こんなならなかったんですよ。音が変わったよね。もう、やば本当に、まずもっと音が。いや、回すともっとやばい。今、めっちゃ雑にやったでしょ。何これ。ハンドルがちゃんと戻ってくるんですよ、ハヤトさん。これ、マジすげえ。で、こっから面白いショータイムがスタートです。え、ショータイム、こっからショータイム、ショータイム、こっからショータイムですね。これさっきやらなかったけどスピニングここですよ、ここ、はい、ここの間をジューなじましてブクブク泡立ってるのわかります、ね、浸透させます。あれ、これここちょうどなぜか偶然穴開いてません？開いてる。なんでしょうね、この穴。なんなんすか。興味津々ですよね。ブクブク入ってきますよね。気にしたことがない。あ、気持ち悪い。あ、勝手にリールが泳いできますね。やば。大塚さんが一番楽しんでるんじゃないか。いや、僕今めちゃくちゃ楽しんでる。楽しい。僕はこれやっちゃいけなかった。これまずいな。釣られちゃうな、これ。やばいっすね。これ釣られちゃうな、もっと。あーね。あ、やばい。何がやばいですか。こうしただけのものしか。何これ。釣られちゃうな、またこれで。これ僕がやっちゃいけなかったですよね、さっき。持ってきてよかった。止まんないもん、これ、うん。全部が違う。ハンドル回した時の出だしが違う。これ。で、もっと面白いことやる。やはい、これ。魚がかかって引っ張られてる時に、これ特徴があって、金属と金属の摩擦熱で金属を友達にするんですよ。こうやって出した後に、ゆるく巻いてもらっていいですか。はい、行きます。はい、いいところでしょうね。もう一回巻いてください。これ2回目です。これ2回目ですね。はい、これを5、6回やったら何が起きる。壊れなくなる。全然違う。違うでしょ。これ全然違う。これやばくない。これやばいですね。これ全然違う。これこれ全然違う。釣り行く前にこれを5、6回やってもらったら今3回目。はい、このシーンはすぐエラーないです、ないです、ないです、エラーない。もう手間もうね、これ足元の急激な突っ込みとかにものすごくいいと思う。寄せてきて水面とか光を見てダーン突っ込む、船の船影とか見て突っ込む魚とかのあれに全く違う。そう、これリールぜひメンテしてほしいな。しかもこっちのタイプですよ、弟。あ、弟のこの金色が兄貴ですね。兄貴です。すごい上等な方です。赤もすごいけどね。赤だけでもすごいですね。すごい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 。どんだけ兄貴すごいんだって。これこの前マスのタマン取ったやつです。ああ、これが兄貴の方でいきましょうね。兄貴、兄貴ズブズブ麺。ちょっと入れてみましょう。違う。これやった人驚くよ。違う。これやった人驚く。これはすげえ。ありますよ。これすますさん、僕のこのぎこちない、やってみてください。これこれ僕や
人より、あの皆さんが初めて使った時どうなるかって方がいいですか。じゃあ、ここから行きます。おかしいから、そのハサミ。こういうのね、よくありますよね。シュッてやってください。いきますよ。はい。金属と。うわ、これすごい。どんどん変わってくる。友達になってきた。うん。ああ、まさんこれ怒られるやつだ。もうさ、毎回毎回本当に。これ釣り人のためにある油ですよ。海沿いにあるコンビナート地帯の工場さん。あ、なるほど。塩害にすごく。なるほど、塩害に強いんですね。そう、塩に。あのです、自分で試してみてください、弟。いや、すご。海の近くに仕事する人、海の近くに住んでる人、自転車も含め、設備弁当も含め。うわー、すご、ね、いや、ほんのシュッシュで。あ、すごい。なんかね、物が大きくなればなるほど、効果も大きくなる。だ、いや、これマジすげーわ。素で驚いてますからね、今。これマジすげーマジすごいっすわ。生き返っちゃった。うん。まあうちのスポンサーとして少し出したりさせてるんですけど、彼とかとも、まあ、昨日も練習してたりしてて、あの、まあ、チェーンやアクセルシャフトやスロットルワイヤー、クラッチワイヤーとかいろんなところを使うことによって実際に細かいところ見てみたり。ちなみにこれベルハンマー今もう10年経たれて、はい、これぐらいのものになったわけじゃないですか、はい、これもっと進化させようとかっていうことはあるんですか。先ほどのモト3ライダー あのコラボモデルで山中スペシャルってやつが結構人気上がってきてるんですけど、うん、彼のやつがやっぱりホイールとかアクセルとかいいんですけど、ボトルタイプで点眼タイプしかないんで、そうするとクラッチワイヤーとか入れにくいんで、そういったところに浸透させやすいワイヤー類とかで、スーパー流星ってやつまた春先出そうとしてたりとか、次から次に出すものはほとんどもう出来上がってきてて、思いつきでこんなんどうだろうから面白がってやってるだけなんですけど、はい。そんな素晴らしい選手とかとこうされてる中で、なぜにハヤトチャンネルにこう。いやいや、僕はあの YouTube をあの仕事の一環で、あの開拓するっていうのをコロナウイルス中に外にあの営業活動とかプレゼンが出歩きにくい時代に数字を下げないツールとして何がいいかっていうところで、なんか YouTuber さんに声かけてもらえるきっかけがあって、でそこから知り合った流れから一件 YouTuber さんと仕事したんですよ。そしたらびっくりするような反響があって、仕事の中の会ってないような時間ですけど、ネットサーフィンしてて、ハヤトチャンネルさんめちゃくちゃ面白いなと思って。よかったですね。自分がなんか偏見と独断しかないんで、うん、あのすごいなと思っても興味の湧かないところはスルーしちゃう癖があるんですよ。で僕偏見の中で、自分がただ単純に自分が好きなの面白いなと思ったから声かけたいだけで、うん、何か引っかかってくれたんですよ。あまたの釣りのね YouTube されている方はね、はい、たくさんおられますけれども、ありがとうございます、本当にそうやって言っていただけて、純粋に面白い子でと思って見入っちゃったから声かけてみようっていう単純な理由です。朝のバカなことばっかり言ってる。俺じゃないでしょうよ。違うんだから。本当そうですね、僕は。俺は違うでいいんだ。僕は本当機械類大好きなんで、はい、ものすごくまた勉強になりましたしね。隙間からシュッシュでいいんだよ。あれほど変わるんですよ、林さん。感動しましたよ。びっくりしましたね。今日の塚さんの言葉に感動しましたよ、ね、簡単に誰でもが使えるような。そうですね、そこですよ。そうです、本当にハヤトチャンネルと一緒じゃないですか。そうです、誰でもがね、そう、分かりやすく笑える。バカばっかり言ってんだ。また勉強になりましたしね。こちらこそ、あの遠いとこ来てもらって、ありがとうございました。本日ありがとうございました。いや本当に素晴らしいですね。はい、ということで今回は奇跡の潤滑油 LS ベルハンマーを前編後編に分けてご紹介しました。釣り道具のメンテナンスはもちろんのことながら、バイクや自転車、モンピなどいろいろなところに使える万能オイルとなっております。これでもうラインブレイクともおさらばです。商品の詳細は動画の概要欄にリンクを掲載していますので、そちらからご覧ください。今回は皆様の役に立つ情報がご提供できていたら幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。